またも、AFC アジアカップ2019の決勝後の日本ロッカールームの綺麗さが話題になっていました。2018 FIFA ワールドカップの時と同様に、悲痛な思いの中にありながらも、礼儀正しさを失わない日本代表チームに、海外から称賛と感動の声が多く寄せられています。そこで、今回は海外のメディアの翻訳記事と、それに対しての海外の反応をご紹介します。アジアカップ2019の決勝後、日本はロッカールームに染み一つ残さず立ち去る。英語と日本語、そしてアラビア語で感謝の言葉を綴ったメッセージだけを残して。AFC アジアカップ2019公式ツイッターアカウントより。日本代表が偉大な手本を示す。カタールと対戦した決勝戦の後にロッカールームをきれいに。これは彼らが敗戦した後だということを念頭に置いてほしい。しかもホワイトボードに英語、アラビア語、そして日本語で感謝の言葉を書く時間まであったようだ。ザ・オブザールバールさんのツイートより、アジア杯決勝でカタールに1対3で敗戦。ロッカールームを清掃し、床をピカピカの状態にして去っていった。しかも英語、日本語、アラビア語で感謝の言葉を残して。彼らは FIFA ワールドカップラシア大会でもこれと同じことをした。日本代表の生まれ育ち教育などの良さが感じられる行動だ。スペインで発行されている日刊スポーツ紙ディアリオアスより、アジア杯2019決勝で敗戦した後に日本がロッカールームをどのような状態で残していったかがこちら。英語、日本語、アラビア語で感謝の言葉が残されていた。日本人は常に日本人らしさを示す。それがどこだろうと、どんな時だろうと。 WD ハールハさんのツイートより、アラビア語でどうもありがとう。日本代表とそのスタッフがアジア杯を主催したアラブ首長国連邦にアラビア語で感謝の言葉を残す。インドの英語ニュース紙インディアトゥデイより、2018年7月、日本はロシア語でありがとうと書いたメモを残し、ロッカールームを塵一つ落ちていない状態にして去った。2019年2月、日本はアジアカップ決勝でカタールに3対1で敗れた後、日本語、アラビア語、英語でありがとうと書いたメモを残し、ロッカールームを塵一つ落ちていない状態にして去った。日本の品格の表れだ。アイルランドのスポーツ情報サイトベイン・アールマールス IE より、
後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。